環境に優しい食生活などに取り組んでもらおうという料理教室が今日奈良市内で開かれました。この教室は環境保護を目的に活動する県環境県民フォーラムが開いたものです。参加者は県内の主婦らで作る奈良友の会のメンバーから少しの工夫でできる環境に配慮した料理方法を教わりました。その一つが火から下ろした鍋の温度を高く保って調理が進められる道具、鍋帽子を使った料理です。これを使うことで鍋を温める時間を短くでき、二酸化炭素の削減にもつながります。また参加者はサラダで使う野菜を小さく切ることによって野菜スープにも活用できるなど、食品ロスをなくすメニュー作りを体験しました。新聞紙やチラシを再利用したゴミ容器を使うことで、近年社会問題になっているプラスチック製品の利用を控えました。参加者は満足した表情で出来上がった料理を食べながら、環境に優しい調理法に関心を寄せていました。